毎日の生活の中で私たちは物事を理にかなった方法で簡単に行っているように思えます。ですがいつも同じ問題が起こるのです。寝不足になったら元気を取り戻せませんし、タスク管理がうまくいかないこともあります。あと紙でできた切り傷の痛みを軽減するにはどうすればいいんでしょう。今回はそんな問題を解決するためのいい方法をご紹介します。1、夜中にトイレに行った後はなんだか寝つきにくいですよね。なぜか知りたいですか？それは辺りを見るために電気をつけるからです。私たちの脳は光は朝を意味すると考えます。たった何時間しか眠っていなくても体は起きる時間だと思うのです。睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌は光にさらされると抑えられます。対策は簡単。トイレに行き帰りするときは片目をつぶるのです。こうすると光があまり入らず、まだそんなに明るくないと脳を騙すことができるので、また眠れるのです。または洗面所に暗めの電気をつけておきましょう。 2. 暗いところで物につまずいてしまう。この光イコール朝問題を徹底的にどうにかしようと考えたとしましょう。でも電気がつけにくい状況下にあったとします。何が起こるかわかります？そう、何かにつまずいてしまうことになります。うるさい音は周りの人も起こしてしまって困りますよね。なので一番いい方法は暗闇で目を素早く動かすこと。私たちには動くものをもっとクリアに見る能力が備わっていますので、視界を動かすと暗闇でもかなり見えやすくなります。もちろん一番簡単なのは、後でつまずかないよう寝る前に床に落ちているものを片付けておくこと。でもそれって結構大変ですよね。3、就寝中に体重を落とす。忙しい毎日の中、運動する時間を作るのは難しかったりしますよね。勉強や仕事に追われた日は疲れてしまってウェイトリフティングをする気にもなりません。でもこれは大した問題じゃありませんよ。自分を責める必要はないんです。ヘルシーな食生活と睡眠で埋め合わせ以上のことができるんです。睡眠中も体は代謝をしています。人間は平均8時間の睡眠で500カロリーを燃焼するんです。8時間ってそもそも推奨されている睡眠時間ですよね。寝る直前に水を1杯飲むことで、このプロセスをさらに後押しすることができます。こうすることで夜中にトイレに行く際もリフレッシュした気分で目覚め、用を足すことができるでしょう。ですが寝すぎたり就寝前に何か食べたりしないようにしてください。逆効果になりますからね。これでもまだ十分でない方は、寝室の温度を下げてみたり、暖かいパジャマを着るのをやめてみたりしてください。涼しく心地よい環境だと睡眠中もっとカロリーを消費することができます。4、いつでも無理やり自分を元気づけることができるんです。奇妙に聞こえるかもしれませんが、何時間か続けて無理にスマイルしてみたことありますか？あ、そこのあなた、まさかなんて言いながら笑わないでくださいよ。本当に効果的なんですから。特に何もかもがうまくいかない日にこれをやってみると、気づかないうちに残りの1日を微笑んで過ごしているようになり、夜には自然にニコニコしていることでしょう。人間の脳は自動的にスマイルを幸せや良い思考と結びつけますので、その日はずっとポジティブに過ごせるのです。5、物事を整理したいなら自分を魅力的にする日を作ってみましょう。私もやることリストに追いつけないと感じることがたまにあります。そんな日は自分の外見なんて全く重要でないと感じるかもしれませんね。ですが本当に足りないのは自信と自己賛美なんです。本当ですよ。一日だけ自分の外見を磨くことに集中すれば、その他のこともうまくいくようになるんです。程よいショッピングと合わせるといいですね。それもストレス解消になりますから。そしてアロマオイルを入れたお風呂に入ってドレスアップすれば、何でもできる気分になること間違いなし。6、タスク管理のアプリは使わない。
ああいうアプリは思ったより役に立ちません。すでに何か他のことをやると決めた日にいつも少なくとも1件の通知が来ますからね。一番いい方法はノートに鉛筆で次の数日間やることを書くこと。書くという触覚によりその内容についてポジティブに、そしてクリエイティブに考えるようになります。リラックスでき、いろいろ考えることのできる1日の終わりにこれをするようにしましょう。きちんとやり遂げたいことであれば最も重要なことのみを記載するカレンダーに書くようにしましょう。7、起きてまた書く。コーヒーも朝ごはんもトイレも後回し。起きたらすぐデスクに座って何も書かれていない紙に書くのです。何でもいいので頭に浮かんだことを書きましょう。あなたの心配事、望み、夢についてなどなど、どんな一日になってほしいかという希望、どんな障害が待ち受けているか。そうしたらその紙を隠しましょう。書いたものは再読しないことが推奨されています。こうすると意識の中で自分を批判する部分をブロックする助けとなるんです。一日を通して自分の心の声に耳を傾けやすく、自分の感情に従いやすくなります。朝に書くことを習慣にすれば自分自身でいることが簡単になります。8、教科書を疑う。覚えなければならない教科書やマニュアルに反論してみましょう。何かを学ぶためには頭がヘトヘトになるまで教科書の内容を詰め込むのが一番いいように思えますが、そうとは限りません。それって道との摩擦がない車のようなものです。詰め込んでいる情報に脳が共感する方法がないのです。これを解決するには事前に次に来るだろう情報を予想してみるといいですよ。物理の法則を例に考えてみましょう。法則の説明を予想してから本に書いてある正しい説明に反論を始めるのです。あなたの予想が正しければ勉強するということが良い刺激のように感じられます。予想が間違っていても情報は意味深いものになり覚えやすくなるでしょう。9、明日テストがあるのなら笑いましょう。まず基本的にストレスが溜まりすぎてテストが配られてすぐに勉強したことをすべて忘れてしまったなんて困りますよね。私もそんな経験何度もしたな。ですのでもっと笑っときゃよかったって今では思いますよ。これは先ほどお話しした心のトリックに似ています。人間の脳は覚えたいことと強い関係を築く必要があるんです。ポジティブな感情を呼び起こすのが一番いいんですよ。どんなに恨みを抱きやすい人でも脳はいいことをずっと早く詳細に覚えている傾向にあります。これは短期記憶にも当てはまり、何か重要なことを覚えようとしているときはそれに関する笑える要素を探してみましょう。そうすれば早く長く覚えられますよ。10、人を魅了したいなら目立つことを恐れない。多少イライラさせられる人であってもその方がその人のことを簡単に覚えることができますよね。人間の記憶はネガティブな感情を取り消してポジティブでいようとしますから、こういう人についてもいいことを覚えておこうとするのです。ですのでたくさんの人といるときに行儀よく謙虚でいるのがいいと思っても自分が輝ける瞬間を逃さないようにしてください。11、熱いお茶は暑い日を乗り切る助けとなってくれる。寒い時にアイスクリームを食べるのも同じです。トリックは私たちの体の内部にあります。寒い冬の日にアイスクリームを食べると体がより多くの熱を作り暖かくなるのです。ですがやりすぎには注意。時々アイスを一つ食べるぐらいで十分です。食べすぎると体の熱が逆の働きをしてしまいます。風邪をひくのは嫌ですよね。夏の午後に熱いお茶を飲むと水を一杯飲むのよりも喉が渇きにくくなり体から熱が放出されるので心地よくなりますよ。12、意外な薬。本のページをめくるのって結構危険だったりします。わかりますよね。紙で手を切るのが一番痛いっていう人もいますし、そういう人ってあまり外出しない人か少なくとも病院に行ったことがない人ではないでしょうか。
どちらにしても髪で手を切った時に使える良い薬があります。リップクリームです。切ったところにつけたら痛みが消えますよ。唇にも効果があります。油断していると不意に襲われる痛みに舌の火傷もありますね。痛みを止めるのは不可能に思えます。それに舌って体の部分で最も動く場所ですから、一日が台無しになってしまいますよね。ですが舌を火傷したらそこに砂糖を少しつけてみましょう。そうすると痛みが消えます。簡単でしょ。あなたはどうですか。日々の生活で役立つトリックを知っていますか。コメント欄で教えてください。この動画で何か新しいことを学べたと思ったら高評価して友達とも共有してください。ブライトサイドには面白い動画が2000本以上もあります。ぜひ他の動画もご覧ください。人生はいつもブライトサイドで。